ね。あまり我々ちょっとレパートリーがないもんで、他の人の曲なんですけども、皆さんご存知の松任谷由実さんの、なんだっけ、優しさに包まれたなら、なんか映画のタイトルになってましたよね。何でしたっけ、ジブリの魔女の宅急便。あ、そう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 、で有名な、まあ、その前から有名な曲ですね。これをやりたいと思います。まあ、皆さんご存知だと思うんで、まあ、口ずさんでご覧になり、ちょっと手拍子などやってもらったら盛り上がるかなと。エイクもエイクもそれシャカシャカやってよ。じゃあやりましょう。コーヒーが多分こんななんの